プールサイドの皆さん、こんにちは。水中家庭教師です。本日はバタフライと平泳ぎを比較します。この2つの泳ぎは似ています。似ているからこそ自分の得意種目の知識を苦手分野にも活かせたらいいなという内容。バタフライ得意だけど平泳ぎが苦手な方、平泳ぎが得意だけどバタフライが苦手な方、参考にしてみてください。個人レッスン、グループレッスン、撮影会、練習会を開催中。ご興味のある方はこの動画の概要欄よりどうぞ。バタフライと平泳ぎは共通点が多いです。何せバタフライは平泳ぎから派生したと言われている泳ぎですから。共通点を羅列します。まず左右対称であること。両方の手足が同時に対称に動きます。次にグライドの姿勢、ストロークが始まる前の姿勢ですね。エントリー後のグライドの時間、沈んで浮いてくるのを待つのは一緒。次にストローク動作、広げて縦に書く、ここまでは一緒。ここから先は違うけど、エントリー動作で手が前に戻ってグライドの姿勢になるのも一緒。キック動作、引き付けの膝を曲げるところまでは一緒。キック後の姿勢も一緒。呼吸動作、前呼吸、顔を上げている、顔を正面に上げるという動作は一緒。細かいこと言うと上げる高さが違うとかいろいろ出てくると思いますが、今回は細かいことはスルー。この2つの種目の相違点、グライドの姿勢基本的には一緒ですが、ただ平泳ぎよりもバタフライの方がエントリーで勢いがつきやすく沈みやすいです。ストローク動作、バタフライは後ろまで押して空中でリカバリーさせます。平泳ぎは腕が胴体あたりを通過したら水中で前に戻してしまいます。キック動作、引き付けの途中、バタフライは足を広げません。平泳ぎは引き付けをしながら足を広げます。蹴る動作、バタフライは縦に蹴り下ろします。平泳ぎは広げた足を回転するように閉じる、水を挟むように動かします。さあ、共通点と相違点を軽く挙げてみました。ここからは互いに使えることを考えていきましょう。バタフライで悩んでいることがあれば平泳ぎのイメージを持ち込んでみましょう。まずグライドで悩んでいる方、バタフライを楽に泳ぐためには沈む動作が必須です。エントリーで体を沈ませられないのなら、平泳ぎのエントリーからグライドの姿勢を思い出してみましょう。そうですね、腕を揃えてエントリーしています。腕が開いていると体がうまく沈みません。うまく沈めない方はなるべく腕を揃えて一点入水を真似してみましょう。ストロークで悩んでいる方、体を持ち上げるのに必要な要素に腕のアウトスイープがあります。これをやらずに縦に押して無理やり体を持ち上げようとする方は多々いますが、一回横に広げてから縦に押した方が持ち上げるのが100倍楽です。100倍は嘘です。楽なのは本当なので、平泳ぎのアウトスイープの幅を参考にしてみましょう。ちなみに顔が水上に出なくて呼吸がしづらいという方は顎を持ち上げてみてください。口の位置が高くなります。体を持ち上げるプラス口の位置を高くする、そうすると呼吸が楽になる。早く泳ごうと思ったら変えた方がいいけれど、まず呼吸をちゃんとするという点ではやってもいいと思います。キックで悩んでいる方、これは活かせてせいぜい膝の曲げ方ぐらいだと思います。膝から下を動かすのではなく、膝を落とすように曲げる。平泳ぎ、平泳ぎで悩んでいる方はバタフライのイメージを持ち込んでみましょう。グライドで悩んでいる方、平泳ぎはバタフライに比べると入水の勢いがつきにくいです。バタフライは腕を水上に出しているからやりやすいのは仕方ないんですが、平泳ぎも入水時このイメージで勢いをつけ、頭や腕、上半身を動かしてあげるとエントリー動作でしっかり沈むことができます。次、ストローク動作で悩んでいる方、アウトスイープを広くしましょう。けどこれはバタフライの応用というよりは平泳ぎのがやりやすいですね。平泳ぎでできるようになってからバタフライに輸入しましょう。キックで悩んでいる方、足の引き付けの最初までならバタフライと一緒の動作が使えます。膝を落とすように曲げる。ただ蹴りの部分、これはバタフライからの応用は諦めてほしいです。というか平泳ぎのキック動作自体、他のどの種目に比べても足の使い方が特殊すぎて輸入できません。ざっくりとですが以上です。上達が早い方の共通点の一つとして、違う種目との共通点をうまく使っているイメージがあります。あ、そういえばこの部分はあの種目のここと共通点があるというふうに、お互いの共通点を生かし、それぞれの種目を攻略していきましょう。前にも共通点の動画は作っていますね。これもぜひ見てみてください。というか今から流します。プールサイドの皆さん、こんにちは。水中家庭教師です。本日は平泳ぎとバタフライの共通点について喋っていきたいと思います。そうなんですよ、この2種目ってかなり共通点多いんですよ。
ぜひ普段の練習の役に立ててみてください。クロールと背泳ぎは加速を繰り返していく運動です。この2種目についてはまた動画作ろうかな。反対に平泳ぎとバタフライは加速と減速を繰り返す運動です。もちろんいかに加速するかということもとても大事なのですが、いかに減速の割合を減らすかも同じぐらい重要です。個人的には加速よりも先に減速の原因を取り除く方を優先して練習した方がいいと思います。なぜならすごく減速する泳ぎで常にブレーキがかかった状態で頑張って加速しても無駄になっちゃうから。ではここからは2種目の共通点について。左右対称、左右の手足を同時に動かす泳ぎです。腕を広げて内側にかき込んで、バタフライはここから後ろに水を押し切る、平泳ぎは途中で前に戻す。呼吸の仕方も一緒、顎を持ち上げ正面を向いて呼吸します。グライドの時間を取る、呼吸後に上半身を沈めて何もしない待つ時間を作ります。この待つ時間は長くしたり短くしたり調節することが可能です。このように共通点が多いです。ただ共通点ばかりではありません。それぞれの泳ぎでどうしても違う部分も出てきます。バタフライの特徴、前傾姿勢を作りやすい。リカバリー動作では一度水上に持ち上げた腕を再び水中に再突入させます。上半身を沈め腰を持ち上げる勢いがつけやすいです。バタフライで腕を前に戻すリカバリー動作がしっかりできていれば、それは平泳ぎの練習にもつながります。キック動作が単純、本当に揃えて曲げて伸ばすだけですよね。バタ足を両方同時にやる感じ、単純。腕を前に戻しにくい、多くの方がバタフライが難しいと感じてしまう理由はここだと思います。体の後ろの方まで水を押す上に水上でリカバリーさせる必要がある。これね、実は腕じゃなくて体を持ち上げることで解決できます。そしてこれがうまくできればその後の前傾姿勢も楽に取れる。バタフライで前傾姿勢が楽に取れれば平泳ぎにもつながりやすい。次ですね、平泳ぎの特徴、前傾姿勢はちょっと取りにくい。バタフライと違って腕を水上に出さずにリカバリーを行えます。なので上半身を沈めるための勢いがつけづらく、意図的に沈めてあげないと前傾姿勢は作りにくい。キックが難しい、これもやり方を知れば決して難しくないんですが、ドルフィンキックやバタ足に比べると複雑なのは否めません。なんでしょうね、ドルフィンキックの発展系だと私は勝手に思ってます。合ってるか間違ってるかは知らない。腕を前に戻すのは楽、体の後ろの方まで水を押さない上に、先ほども言った通り水上に腕は出さず水中でリカバリーさせるので戻すのは楽は楽なんですが、ただ前に戻すだけだと下半身が持ち上がらないでブレーキの大きな泳ぎになってしまいます。お気をつけください。なんかここまで特徴を挙げているとバタフライより平泳ぎの方が難しく見えませんか？実際そうだと思います。私はバタフライよりも平泳ぎの方が難易度が高いと思っています。そしてバタフライよりも平泳ぎの方がやってる楽しさも高いと思っています。これは完全に好みの問題ですけどね。こういうふうにバタフライと平泳ぎ共通する点が多い種目を繰り返して練習することによって、ひたすら同じ泳ぎを繰り返して練習するよりも飽きが来ず楽しく練習できると思います。この2種目のどちらかを練習しているがなかなかうまくいかず気分転換がしたい方は、ぜひ今回の動画を参考にしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。平泳ぎ得意な人ってバタフライも得意な場合が多い気がします。ただバタフライ得意な人でも平泳ぎのキックで突っかかって結果的にあんま得意になれないという方もいる気がします。でもね、それで突っかかるのもったいないので、バタフライ得意な方ぜひ平泳ぎのキックも練習してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ルイでした。